こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット、農園で収穫しましょう。これは日課です。そしてガチャを回していきます。おっと、海外か、資格ガチャというのが出ましたね。ジャパンカップも近いことですし、というのもあるんでしょうか。まずはデイリーガチャを引きたいと思います。これはヤシマソブリンか。さあ、星1消費なんで、SR ですね、これきっと。ハンジか。さっきジャパンカップ出走馬を目当てに、が出てくるガチャだと思いますが、どうなんだろう。はい、いろいろ。あるみたいですが。で神社行ってみます。おっと、フレンドが申請があります。はい、ありがとうございます。 UMA 厩舎さん、これからもよろしくお願いします。ラッキーバヌシ来た。炎も行いましょう。クエスト達成、やったね。そういえばさ、さあ、いよいよ残り13周ですか。気がつけば前回ついに初の WBC ターフ4回目の正直で制覇することができました。見てくださいよ、4着2着3着なんですが、ついに4度目の正直で1着ゲットです。本当に首の上げ下げだったんですよね。はい、何です？SWBC の名前が輝きます。さて、残りが13週ですからね。今2月の3週です。このまま SWBC 行ってもいいんですが、いい中距離戦がそろそろありそうなんで、気合十分だね。ドバイに行かせてみたいと思います。今回はドバイチャレンジです。入球、体重はバッチリだね。お、成長促進か。今更成長促進もないと思うんで、お、嬉しいか。はい、何です？ドバイはシーマクラシックですね。岡部さんでいきます。体重はバッチリだね。人参ですか。嬉しいか。よしよし、クエスト達成、やったね。
感じだね。はい、何です？バタージオ単数を、バタージオ文句なしということですよね。クエスト達成、やったね。そういえばさ、これ吸収になりました。いい感じだね。はい、何です？これで、ドバイへ、レッツゴーです。ドバイ走ったことあるんだったっけ。この馬ドバイはシーマクラシック G1 制覇してますね。ということで1回制覇してますが、2回目のチャレンジ久しぶりですね。はい、何です？さあ行ってみましょう。あ、まだ1周あったんか。今週はレースがあるよ。いい感じだね。大根ですか。いい感じだね。さあ今度こそ。はい、何です？ですね、レース行きましょう。チェンクロのメインキャラ、チェンクロは同じセガなんですよね。一番人気だね。 1.3 倍、ダントツの一番人気です。投票受付を開始します。グリグリですね。さあレースです。さあ G1 ドバイシーマクラシック、クラシックディスタンスで争われるドバイシーマクラシック、まもなくスタートです。スタートはどうか。ゲートが開いて飛び出した。12頭であります。6番バカリス、ダッシュがつきません。後ろに置かれました。注目の先行争いでありますが、どうしても鼻を切りたいバックスボーイ、やはり行きました。クーズ外から行こうというところ、それからワイパー&パワー、ちょっと離されましてパタノアーバンシー、外から1頭11番マタルカ、そして6番手にロイヤルアンセム、その外にベダウイ、12番ハイタノ、それから2番サラトガスプリングス、外を通ってフルーツオブラブ、そしてその後ろからキーフェアハート、しんがりからバカリス、第2コーナーから向こう流し、もう一度先頭に戻りましょう。先頭を行くクース、カンバシンリード、その内からはバックスボーイ、マイカ&パワー、その後ろ3馬身くらいあってマタルカ、5番パタノアーバンシー、黄色い帽子が馬込みで入れています。そして内からはロイヤルアンセム、それからもう1頭8番ベダウイ、12番ハイタノ、それからサラトガスプリングス、12頭が第3コーナーに向かいます。外を通りましてフルーツオブラブ、チーフベアハート、ここにいた6番バカリス、今日は最後尾から、先頭の方はどうなっているか。9番クースがレースを引っ張るようになりました。そのうちにバックスボーイ、そして3番手にワイパー&パワーであります。その後ろ3馬身くらいあってバカルカ、カタノアーバンシーはこの辺り4番手グループのまま。さあ、この間は大舞台で力を見せつけることができるのか。先頭を行くオレンジの帽子はクース、カタノアーバンシーも追い込んできた、カタノアーバンシーも追い込んできた、先頭を送るトークース。さあこの辺りでかわすかかわすか、カタノアーバンシーが差を詰めてきた。カタノアーバンシー先頭に立った、フルーツオブラブ懸命に追った、2番手にフルーツオブラブ追い詰める、ここでは負けられない。カタノアーバンシー、カタノアーバンシー1着1番人気に見事答えました。2番ぐらいかな。
制覇です。1着5番、2着4番、3着1番、厩舎レベルはアップしました。確定しました。やったね、素晴らしいレースでした。気合十分だね。特別は会話が出てますね。と言ってもスパだね。いい感じだね。はい、何です？ WBC を出れるってことですよね。ご覧の通り、次走 SWBC に挑戦いたします。はい、何です？引退レースですね。ギリギリまで挑んで戦いたいと思います。私は追い込み場が好きだね。ショートケーキをたくさんもらっちゃいました。はい、何です？ねえねえ。はい、というわけで、見事に、刀暴し制覇することができました。ドバイシーマクラシック、は2勝目です。25戦、戦ってますが、いよいよ次が引退レース、長い間壁になっていた SWBC に挑戦です。果たして勝つことができるんでしょうかね。実績はほぼ完璧なんで挑戦していきたいと思います。はい、というわけで、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録していただいた方ですね、動画をお持ちの方、ぜひぜひ何人目に登録したかコメントをお願いいたします。もしコメントいただいた方からですね、はい、詳しくは大人の事情で言えませんが、いいことあるかともしれませんよ。はい、またですね、関連動画、動画プレイリスト、この動画の最後を20秒で表示します。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。